はい、皆様こんばんは。三浦美幸コンサーティーナの時間になりました。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか？今日は子供の日ですね。5月5日、割とお天気がねいい人のね、5月3日か確かその辺なんですよね。必ずいつも晴れるよっていうように言われてる日ですよね。まあ統計的にそういう風になってるらしいですけどもね。今日はね、まあすごくあまりいい天気ではないんです、東京もね。でもね、2、3日前にすごく風が強かったじゃないですか。今日もきっと風強いんですよ、少しね。本当にね、こんなに風が吹くことは昔はなかったよねっていうくらいに思うんですけれども、いかがでしょうかね。あの竜巻なんか起こったことがないようなとこで竜巻があったり、ここはねどっかあのアメリカかどっかの砂漠の中か知らないみたいに思ってしまったりするんですけれども、いやね、うちはね、あの南風は大丈夫なんです。実はうちは北に向いてますのでね、もっぱら冬かね、あるいは台風の吹き返しですね。本当に怖いです。あのね、ここ近年ですよ、やっぱり長い間そのうちに住んでるんですけれども、全然レベルが違いますね、風のね。あのもうあの次の台風の時にはどっかホテルに行って別なとこに行ってよって思ったりするくらいです。あのあまりすごい風の台風だとね、やっぱ眠れないくらいですよ。あの一応2枚ガラスにはなってるんですけれども、まあ怖い怖い、割れないとは思うんだけれどもって状態ですよね。あの竜巻のひどかった日はですね、南風だったので風のね音だけ聞こえるんですね。あの宮沢賢治のあの音のね、あの堂々ってあのね、あの表現がありますけれども、あれ全くそのままですね。風はドドンと吹いてくるんですよ。そしてまあ波のようになっていてね、こうスッとやんだかと思うとまたここここドドドドンと吹いてくるんですね。なんかこう音のように聞こえてきてしまうんですけれども、あらまあ、でもね本当にね天才っていうかね、自然の力っていうか脅威にはねもう脱帽っていうか、もうね、手も足も出ない状態ですよね。まあそのウイルスに関しても結局そういうことだと思うんですよね。まあ情けないね、人間はね。はい、今日も、30分間ですけども、お楽しみに。はい、改めましてこんばんは、三浦美幸です。まあ自粛になれるってことはないですね。まあ2回目、3回目の緊急事態宣言で、まあ、まだ1年しか経ってなかったのっていうくらいにね、思うんですけれども、そういえばあの屋形船がに乗っていた方々が言うっていう、そのあの話からちょうど1年と半ぐらいになるんですよね。なんか去年のゴールデンウィークの辺ってのはどうしてたっけって、こうちょっと思い出すことがもうできなくなってしまうくらいに、なんか頭がぼーっとしてきてしまってますね。なんでもね思うんですけれども、こう脳が遊ぶっていうのかな、脳にこの遊ぶっていうのはあのもちろん遊ぶなんだけども、ゆとりっていうのかな、そういうのがないとなかなかねこう建設的なことはできないものですね。それはつくづく感じています。だからどうしたら脳が遊ぶ状態なのかなっていうことを一生懸命考えながら、こう餌をねこう脳に頭にこう上げてみるんだけども、まあ、たまに美味しいもの食べてみたりとか、でもね自分の作ったものはもういいです。私はもうね人が作ったものを食べてみたいんですけどもね、まあそれでもなんかいつも作ったことがないようなものをね、まあ、作ってみたりとか、あ美味しいねっていうのも脳になんかあるかなと思ったり、それから自分では経験できないようなそういうストーリーの中に自分を置いてみて、こう興奮してみるとかね、それからそれこそ胸キュンものの学園ドラマみたいなのをね、学園ラブストーリーみたいなのを見てみるとかね、それでちょっと涙してみるとかね、あるいはそのアニメーションの素敵な美しい画像を見てみるとか、いろいろやってみますけどもね、単発的には刺激になりますよね。だけど、長期的にはねダメですね、やっぱりね。こういう脳になってしまわないようにしないといけないなと反省を込めて、日々を、まあ、生活してますよ。多分ねこう突然のようにねウイルスは消えて平常に戻るような気がするんですね。それいつかわからないけれども、
スッとね雲が晴れるようにね、あれっていう状態になる時が来た時に、あのおたつかないようにしたいなって思う部分はありますね。はい、では今日の1曲目でございますけれども、コンサーティーナのためにね、あの曲を書き下ろしてくださった中島まさるさんによる曲をお聞かせいたしますが、中島まさるさんご自身もあまりそのとは言いながらコンサーティーナのことをよくご存じなかったということを後で伺ったんだけども、まあその分だけね、多分ちょっとかなりこう込み入った音になってるんですけど、すごく素敵な音になっているんですよ。私好きでね、よくおかけするんですけど、ぜひ皆様聞いてみてくださいませ。あ、ちょっと待ってください。それは後の方でした。最初の方ごめんなさい。1曲目は私の曲をおかけしますね。アルマンラインからレッドアンタレス。
はい、アルバンダインからレッドアンタレスでした。私ね、このレッドアンタレス大好きなんですよ。あの中島まさるさんの曲も早く聴きたいので、さっきごめんなさいね、ちょっと先走ってしまいましたけれども、このね、今日はちょっと幸せですね。このレッドアンタレスは何なんだろうな、結構そのまま自分っていう感じがしないでもなくって、この楽器にぴったりの曲ですよね。それで、あのこんなに喋るんだっていうことをね、皆様に知っていただけるのに十分な曲のそのなりわいだなって思うことがあるんですね。いろいろね、あどけないとかしどけないとか言ってますけれども、結構ねエロティックな楽器なんですよ、音自体もね。だからこういろんな顔をするときに、目の色がクリッと変わるお人形さんがあるじゃないですか。ちっちゃな、あのちっちゃな胴体なのに顔が大きなお人形さんで、アメリカのお人形さんでね、ちょっとあれみたいな感じ、なんとかドールって言うんですよね、あのお名前が分かんなくてごめんなさい。それあれみたいにこうね、一瞬の うちにパッと表情変えるんですね。不思議よね。まあ演奏をする私の気持ちが変わってるってことかもしれないんですけれども、ピアノだとね、もうちょっとこうね、常識的な楽器の音を出すんですね。だからね、こんなに変化しないっていうかな、くるくる変わることは多分ないですね。蛇腹の楽器だからってこともあるかもしれないけれども、本当に私自身にとってはとても魅力的な楽器で、この楽器がこの、ね、こう耐えるなんてのは許されないことですね。もうぜひぜひこの世にずっと生き続けてほしいなと思う楽器の一つです。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。2,3 日前ですよね、自然の脅威 YouTube みたいな感じで弾くとね、いろいろすごいのが出てくるのは結構大好きで、まあ、美しいってこともあるし一緒ね。ところがね、それをね、まあそれにちゃんと跳ねるぐらいのすごいのをね、実は見たんですね。雷だったんですよ、あの日。それでその何本も あの雷の稲妻が多分 5,6 本あったと思うんですね。横にビシビシっとこうね、横にバンと出たんですね。縦に出るって見たことあるけど、真横に出るのはなかなかないなと思って、ものすごく明るいですよね、あれは。もうちょっとね、びっくりっていうかね、すごいってか電気って感じがしましたよね、あの時はね。まあ見応えありすぎてびっくりっていうか、でもね、思うんですよ、人間がすることだってそこそこすごいんですよ、実は。特にね、アートの世界はですね、おそらく対抗できるかもしれないって思いますね。もちろん物理科学そういう世界も電気に対抗できるちゃんと何かがあるって思うんですね。つまり雷を阻止するから、雷以上のエネルギーをね、もちろん持つものを作ることができるじゃないですか。でもね、アートをバカにしちゃいけないんですね。とかく学校教育も含めてね、音楽っていうのは、まあ、絵はまだいいかもしれない、音楽は特に感じるんだけども、つぶさじきっていうかな、端っこの方にちょこっとあって、なんか結果を出せない学問ではないんですよね。点をつけて解決する問題ではないのでね。でもなんかこうやって効果があるんだかないんだか、楽しくってそれだけでいいのみたいな、とかそういうこう点にならないものに対するね、その評価のなさっていうのは、やっぱりそれを扱うもののね、手たらくですよ。やっぱりアートはやっぱりね、長い時間をかけてきちっと出来上がるものなんですね。そしてあの稲妻に勝つんです。だってさっきの稲妻にどうしても話を持ってきたくてね、強引に持ってったんですけれども、いや、あの稲妻の閃光ほどのね、パワーを持つんですよ、絶対に。そう信じるからやってきるってわけじゃないですよ、全然。結果的にそういうことなんだっていうことをね、感じる時があるのでね。いや、皆様に優しく寄り添いたいなと思う時もありますけれども、でも電気である時もあると思うんですね。
では優しく寄り添っている、先ほどからずっとね間違えたあのご紹介した曲をただいまから聴いていただくこといたしましょう。中島まさるさんが、そうですね、女性ボーカルと、あとケーナじゃなくて、あのあれですね、ホイッスルとコンサーティーナの3本で書いてくださいました曲です。 Thousand Dreams of Android っていう、あのアルバムの中に入っているバイオダンサSee you.
サウザンドドリームスもアンドロイドの中の、バイオダンタですね。ホイッスルの音は割と加工されてないそのままの音が出てると思います。コンサーティーナの音はところどころでなく、かなり電気的に加工してあります。それがまた魅力的なんですね。一部だけ、本当の、コンサーティーナの音色を残してある部分があるんですけれども、でも、なんだね、これがね、その電子音楽でも大丈夫っていうかね、その要するにファイナルファンタジーでも大丈夫っていうね、そういうと私が言ってる部分ですよ。つまり音色的にはセーフだっていうことですね。まあリコーダーに近いように聞こえるかもしれませんけど、なんせ一人で全部あれを弾ける、同時に弾けるわけですから、それは素晴らしい可能性がまずありますよね、楽器自体にね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ここ押し上げなんですけどもね、スタジオがね、スカイツリーは今確かやってないですよね。それでたまに行くんですよ、スカイツリーの下の空町の商店街がたくさんあるんですけどもね、美味しいものとか可愛らしいものとか、まあ、ちょっとファッションのものもあったりしてね、今もう全然もう入れないです、私この時間ではね。ケンタッキーフライドチキンがあったんです、実はね。それがですね、先週ですよ、行ったらですね、真っ白な壁に紙が貼ってありまして、あれ?と思いましたら、ネットで多分見たんですけども、閉店でしたね。あるはずの店がね、なくなってるっていうのをね、皆様もきっと、たびたびそういう経験をなさってると思うんですけれども、結構な勢いでね、閉店してますよね。これで本当に大丈夫かしらって思うものがあります。まあ、なんて言うんだろう、お店の方にとってもね、まあ大変かもしれないけど、楽しみがね、なくなってしまいますよね。まあ、その分また新しいお店ができるのかもしれませんけれども、でも、まあね、そう、変化にね、こう、まあ、耐えられないわけではないですけどもね、でもね、過去のものを置いたくはないけども、でもなんかちょっと寂しいものがありましたね。5月28日ですね、今月の末にエコダマーキーでライブがありますけれども、まあそうですね、無観客としてもですね、今回はですね、テーマはね、癒しです。まあいつもいろいろ実験的なことをやっているんですけれども、まあ気持ちのいい方向へねとにかく気持ちのいい方向へ行ってみようかって思ってるんですけれども、結構得意なんですよ、この気持ちがいい方向へ皆様をいざなうお時間を作るのは。私はね、自分自身も好きなんだけれども、まあとんがりたいっていう欲もあるので、そういつもはね、そういうふうにはならないんだけども、今回はやっぱりね、こうね、悲惨な5月連休を送った後の出来事ですのでね、ライブでもしねいらっしゃれることがあったような場合にでも、その気持ちよくなれるようなことを考えたいなとちょっと思ったりしてます。まあお楽しみですね。はい、ではまた来週、失礼いたします。